皆さんこんにちは、岡田博です。今ですね、 JR 両毛線の思い川駅にいるんですけど、これからですね、こちらの思い川駅をですね、現地レポートしていきたいと思います。先日の台風19号の影響で、今両毛線小山足利間で運休になっていて、栃木駅付近の長野川が決壊して橋梁がやられちゃったんですね。こちらの思い川駅の駅舎は、これ元は駅舎だったんですけど、こちらはバスの待合所として活用されてるんですかね。駅前にはですね、これコミュニティバスの乗り場になっているんですね。もともとこちらは元駅舎だったんですけど、今はですね、小山市の商工会として活用されてるんですね。もともとここには駅舎の窓口があったんでしょうかね。切符の窓口がここにかつてはあったらしいんですね。改札はこの階段の上ですから、そうですよね。これ旧駅舎を入るとこちらにトイレがあって、こちらが新しくできた橋上の駅舎なんですね。それではこの階段登って思い川駅のホームに行ってみましょう。ですね、そういえば今思い出したけど、なんかこういう駅舎って、こういう橋上の無人駅って、なんか青梅線の宮の平駅とかさ、宮の平とかさ、二俣をこんな感じなんですかね。宮の平と二俣を駅ってこんな感じの駅舎なんですかね。橋上から見ると、よく見えますね。こんな風になってるんだ。すごいな。こちらの橋上の駅舎内がこんな風になってんですね。自動販売機があって、こちら、運転見合わせ、こちら、お知らせの、運転見合わせのお知らせが書いてありますね。南栗橋栗橋間、南栗橋栗橋間で今運行してるんだ、東部。佐野線も運転見合わせ。今佐野線って状態どうなんだろう。渡良瀬田島間のあの鉄橋が危ないんか、渡良瀬川鉄橋が危ないんかな。まだ川の水位が減らないんかな。やばいな。で、思い川駅の発車時刻表はこんな感じなんですね。こんな感じになってますね。朝が2、3本、朝と夜が2、朝が2、3本で夜が2本で、あとの昼間の時間帯は1時間に1本ですね。で、6両編成の列車の運行時間がこちらに書いてあるんですね。6両編成の列車の運行時間はこんな風になってます。通勤ラッシュの時間帯はやっぱり6両ですよね。で、この券売機がなんと証明書の機械になったんですね。この前俺ここを来た時は、こう何かの理由で来た、何かの都合があって来たんですよね。なんだったっけ。ここ岩船駅と同様なんですけど、ここ切符、これ簡易的な券売機だったんですが、なんとですね、証明書の機械になったんですね。なんと証明書の発行機になってて、これ近距離の運賃表がこんな風になってて、岩船駅と同様ですね、今年の7月から大人子供用の乗車証明書の発行機になったんですね。いやー、変わっちゃったんですね。これも合理化の一つとか、時の流れなんでしょうかね。こちらが思い川駅ホームの入り口で、
ここも岩船駅と同様でこういうことだってことが説明文書いてありますね。まあ思いが駅、ここは小山市の駅だから、小山市だから小山駅が管理する駅ですかね。あ、そしてこちらが思い川駅のホームですね。あ、旧駅舎がよく見えますね。もともと駅舎が近年まではこちらの商工会議所の商工会の建物、こちらが駅舎だったんですけど、今はここ最近は新しいこの教場の駅舎ができたんで、今ここが駅になってますね。あ、こちら新しく北口ができたんでしょうかね。そちらにも行けるんですね。で、こちらが両毛線の思い川駅のホームになってて、あの両毛線は先日の台風の影響で、あの台風19号で今小山足利間がちょっと運休になってて、この区間については復旧するまでは代行バスが運行されると思うんですけど、あの復旧するまでこの思い川駅は列車は当面来ません。とりあえずせっかくなんで、この休止中の路線の駅の現地レポートはやっておきたいですね。で、左がですね、こちらが待合室なんですけど、左の一番線が栃木、桐生、前橋、高崎方面。右の二番線は小山方面になってんですね。これはよく映しとくかな。あー、なんかいいですね、こういうのも。いや、レトロある看板ですよね、これ。で、待合室がこちらですね。中はこんな風になってて、あ、漫画本がありますね。列車が来る間に、暇つぶしに漫画本。これいいですね。ゴミ箱もちゃんとあるんですね。へぇ。で、一面二線の思い川駅なんですけど、あ、こちらもですね、保線車の留置線になってるんですね。この建物、こちらは農協の建物になりますね。で、これが思い川駅の駅名表ですね。思い川駅の駅名表がこんな感じですね。一面二線でホーム長さは6両分ですよね。当然両毛線って6両対応の路線ですから、まあこんな感じですかね。で、こちらの線路はなんですけど、こちらは栃木高崎方面ですね。あ、信号がもちろんここ赤になってるんで、当面電車は来ないですよね、復旧するまで。こちらが栃木方面になりますね。ここはもう小山市に入ったんで、栃木市じゃないですね。で、栃木、足利、桐生、高崎方面ですね。こちらの線路は高崎方面です。いや、6両といっても結構長いですよね、本当に。果たしてね、両毛線復旧する日は来るんでしょうかね。理由としては栃木、大平下の線路とか、あんなにね、線路に雑草とかさ、稲、あとはいろんなさ、ゴミがさ、こう飛ばされて流されてきたせいで、ひどかったですよ。まさかあんなに被害が大きいとは知らなかったですよ。あ、サムネイル、こういうのがいいか。こういうサムネイルもいいですよね。あ、サムネイル、こういうのがいいかな。あ、こういうのもいいかな。サムネイル、どれにしよう、迷うな。あ、この標識、あ、こちら。乗り番内のこの国鉄の乗り番内、あ、これもいいですね。
ああ、これいいな。ああ、これ、国鉄風の乗り場案内板、これ、すごい、レトロですよね。こういう国鉄風の乗り場案内板って、これ唯一ですよね。あと、そうですよね。線路もね、錆びちゃってますよ。この錆びた線路なんですけど、線路錆びてますよね、本当に。果たしてね、両毛線なんですけど、ここに列車が来る日は来るんですかね。だってさ、鉄橋だ、長野川の鉄橋とかさ、あと線路だって宙吊りになってて、路盤がもう流出してたんだもん。これね、復旧するにも相当かかるだろうな。北口はできたんだ。あ、これ駅名表と旧駅舎入れるといいかな。うん、ちょっといまいちかな。あ、こういうのがいいかな。こういうサムネイルもいいね。あ、こういうのもいいね。これで、こういうのがいいか。こういうサムネイルもいいかな。うん、これがいいか。あ、もう夕方なのか、電気がついた。あ、両毛線に乗ってっていうこのポスターもいいですよね。両毛線は115系が最近まではしてたんですけど、とうとう211系に置き換えられちゃったんだよな。110、あの時さ、俺実は両毛線の115系引退前にさ乗ったんですよ。お別れ乗車したんですけど、本当に115系いなくなって悲しいな。高崎駅でさ、これ115系と211系、こう211系とコラボするとさ、東海道本線らしくなりますよね。東海道線だって近年までこう211系だったんですけど、引退前に115系とコラボすることができて、コラボで取り鉄することができたんで、ちょっと嬉しかったっすね。この湘南電車も211系後に E231 系と233系に継承されていくんだよな。本当にいなくなって悲しいや、国鉄115。本当にいなくなって悲しいよな。この両毛線なんですけどね、今台風19号で休止中なんですけど、この動画が配信される頃には多分復旧してるかどうかちょっとまだ分かりませんね。復旧した暁には貴重な動画になりますんで、一日でも早く両毛線が全線復旧することを祈りたいですね。それでは以上をもちまして、こちら JR 両毛線の思い川駅の現地レポートはこれで終わりたいと思います。一日でも早く両毛線の復旧を祈りたいと思います。それでは。